今日広島市内で行われた記者会見。昨日移籍が発表された大橋祐希選手、小原元基選手、臼井晴人選手、細谷康平選手、そして中島陽太郎選手の5人が加入しました。新しい挑戦ということで自分非常にワクワクしてますし、新スタジアムでの開幕戦、そこでもちろんゴールを取りたいっていうのは誰しもが思っていると思うので、まずそこの競争に勝ち抜いてそこのピッチに出れるよう頑張りたいと思います。そしてクラブの OB 中島浩二さんを父に持つ中島陽太郎選手は、嬉しく思いますし誇りに思いますけど、特に意識していることはないですし、プレッシャーも感じていないので自分らしくプレーしたいなと思います。ユースに入る時から3年後にトップ昇格するとは言わずに、少しでも早くトップ昇格したいっていうふうに思ってユースに入ったので、このタイミングでの昇格は嬉しく思います。